こんにちはフフィーフィでですす最近ですね電通絡みのニュースが多いなぁとは思っていたんですよ例えば新しい雇用形態を採用したとかリストラとかでねこれ実は電通の経営状況がもう非常に悪いと危ないことになっていたんですね。 広告代理店大手の電通グループが今期237億円の赤字になることを発表しました。 これね、テレビではあまりね、積極的に報じられないので、そんなに大きなニュースではないんじゃないのっていうふうに思ってしまうかもなんですけれども、これっていうのは、大手広告代理店とメディアっていうのはね、お互いにこう大きく関わっているので、まあ、このニュースをね、大体的に扱わないというか、まあ、扱いにくいと言ったらいいのでしょうか。でもね、本来であれば、メディア、それこそね、マスコミ、マスコミにとって大きな問題なんですよね。 電通が2018年までにずっと黒字が続いていましたがこれが2019年から赤字に転落したわけなんですでこの時赤字の大きな原因はスポーツイベントなど大きなイベントが開催されていなかったのがその原因とされていましたしかしこの時から専門家からは赤字の本質的な原因は別にあると指摘がされていましたそれは何か それはテレビや新聞などこれまでの電通の得意としていた分野の衰退つまり人々がテレビや新聞を見なくなった読まなくなったここが大きいというんです電通の元々の強みは特にテレビなんですよねえ午後7時から 午後11時をテレビのプライムタイムと呼んでいるんですけれども、ここを、この枠を電通のテレビ広告がこう抑えているんです。これが他の広告会社には決して負けない電通の大きな収入源、電通の強みだったわけです。で、この強みだったテレビ広告の収入源が今となっては逆に電通の 重みに変わってきていると言うんですえ。どういうことか。このテレビのプライムタイムを結局いくら抑えてもスポンサーがつかなければ意味がない。新聞も同じで大きな全面広告はこれまで電通が抑えてきました。しかしこの新聞広告にもスポンサーがつかない。スポンサーがつかない理由は何なのか。それは新しいメディア。 つまりインターネットの広告に流れていってしまったことなんですね。え特に若者のテレビ離れでテレビ CM を見る人の数が大きく減ってしまっている。えこうした流れもあってスポンサーがネット広告に流れていったわけです。しかし問題はよし、じゃあテレビがダメならネット広告だと言って でもですよ、電通が。ネット広告の開拓は、そう簡単ではありません。なぜかえ。もうすでにそれが出来上がってしまっているから。他の広告代理店や、それこそ Google は直接広告を取ることができますから、ここに電通が後から参入したところで、電通の立場としては、まあ、他のね、数多くある広告代理店の一つに過ぎないわけです。 テレビ局に優遇されていた立ち位置とは全く違うわけです。このために電通のビジネスモデルが根本から壊れてきてしまっていると、こういうことなんですね。これがもう2年も前からこのような崩壊が起きていたわけですけれども、これがますますのテレビや新聞離れ、 またそれに加えてコロナの経済低迷そしてオリンピック開催も危ぶまれる中で電通の経営状態の悪化が顕著に現れ出しているということなんです。 12月7日に電通はこれまで未定としていた2020年の12月期の業績予想を公表。本期の赤字が先ほども冒頭で言いました237億円になりそうだと発表したんです。この原因については電通は海外事業の構造改革費が響いたとしてこの事業に携わる全ての従業員5800人を ディストラすると発表しました。これ、電通の社員の12.5%に当たる数だそうです。まあ、これまでは広告代理店がメディアなどでも幅を利かせてきたわけですが、このような流れ、動きを見ると、その時代も一つの節目、それこそ終わりを迎えているんだなと感じます。ただ、今日はもう一つ、 別なことに注目したいなと思います。え実は、電通はこの2年ずっと赤字が続いていたとさっき言ったんですけれども、その間、一度黒字になっているんですね。なぜ黒字になったのか、その背景が興味深いんです。それは2020年6月、これ最近ですよね。この時の中間連結決算で、電通は2年ぶりに157億円の黒字になったと発表しています。 前年の同じ時期には12億円の赤字だった上に今年はコロナのダメージを受けただけでなくオリンピックの延期もあって広告が大きく落ち込んだはずなのに赤字ではなくなぜ157億円もの黒字になるのかここ興味深いですよねえ会見で電通は 不要不急の出張や交際費の削減などコストコントロールを実施したからだとそれで黒字になったとこう理由を説明していましたがネット上ではこの時いや違うだろう、持続化給付金の事業を国から請け負って中抜きで丸儲けしただけなんでしょうとかあとはうまい仕組みを使って決税から儲けたんでしょうとこのような厳しい意見が多く噴出したんですね。 給付金事業ではいわゆる電通のダミー法人と思われるサービスデザイン促進協議会に国が769億円で業務を委託してこのサービスデザイン促進協議会が749億円で電通に再委託。そこから電通は 電通ライブ、電通テックスいった会社、5社へ645億円で外注。その電通子会社からさらにはパソナとか、あとはトランスコスモスなど、いくつかの会社に外注されて、まあ、実際には電通グループ全体がこの事業でどれだけ儲けているのか、はっきりわかりませんが、政府からの事業を受け負って、まあ、突然売り上げを伸ばしたという、まあ、 そういいいったことは間違いないで,しょうでこれが給付金事業だけではなくて例えば今年ね9月総務省が行ったマイナポイント事業っていうのがありましたでもこれでも同じように電通が再委託という同じ仕組みこの方法で関わっている請け負っているわけです。 ちなみにこのマイナポイント事業これ電通への再委託の額は139億7000万円にもなるそうですさらに消費税の税率10%引き上げに伴って経産省が行ったキャッシュレス決済のポイント還元事業にも 同じように電通が関わっていて、これには339億円で中間の法人が事務を受託していて、そこから電通が307億円で再委託をしている。まあね、こう見てもわかるように、政府べったりの電通がね、やっぱりなぜこのコロナの中でも2年ぶりに黒字になったのかと、まあその理由が見えてきますよね。で、まだあるんです。それが今、 もうずっと議論になっている話題になっている GoTo トラベル事業なんですえ感染者が増加と報じられる中で医師会からは GoTo トラベル事業の中止を求める声が上がっていますが政府は意地でも GoTo トラベルの一時中止をしない考えを発表それどころか来年5月まで続けると発表しましたまあ 感染拡大の要因には、日本政府の水際対策の甘さもあると思うので、まあ、ここね、GoTo だけをこう議論するのはどうかと思うんですけれども、例えばでしょ、11月から日本政府は入国を緩和しています。で、今月からは、中間などの11の国と地域の入国に対しては、PCR 検査を免除しています。 で、なぜ政府がかたくなに GoTo トラベルを中止しないのか、これ、実はここにも電通、そしてね、さっきさらっと言いましたが、パソナが、これまた、採択という、給付金事業と全く同じように絡んでいて、中抜きすることで、これらの企業にお金が流れているというんですね。 オリンピックにとんでもない額の資金を投入投資した電通オリンピックの延期で大損したことは間違いないでしょう政府と深いつながりがあるこうした企業を何とかして救済しようとこれらの国の事業が電通に丸投げされているということなんです さて、問題は当然ですが、これらの事業のお金というのは、国民の血税から出ているわけで、なぜ特定の企業だけが税金で救済されるのでしょう。えこんな実態を知れば納得のいかない国民も多いはずです。 一瞬国民にも少なからず恩恵を受けられるというこれらの事業なんですけれどもアフターコロナには増税待ったなし政府がねたくさんお金を使ってしまったから増税は仕方ないんだよと、まあ、増税のね良い理由に使われるのではないでしょうかただこんなに政府に助けてもらってもまだ赤字の電通発表された数字以上に赤字も経営状況も実際には深刻と言います で、実は最近電通は新しい雇用形態として、正社員の一部を個人事業主として採用するなんていう話もあったんですけれども、これつまりはディストラ策なんではとも言われていて、要するにそれだけ電通の経営状況が今危ないということなんですね。 これまで日本の広告界のトップに君臨し続けていた電通の崩壊の始まり。もしかするとね、そんなに私たちには影響しないのかもなんですけれども、衝撃的なこの出来事、皆さんはここまで聞いてどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。